というふうには思いますね。そうですね。ノーアウトランナーが一塁二塁、ペタジーニが強振ファウルボールです。ランダービーのトップを走ります。ペタジーニがバッターボックス、セカンド東根、セカンドはフォースアウト、一塁はどうだ、一塁はスワローズ打線に捕まっています。佐藤のタイムリーヒットで1点を失っています。さあ高木さん、はい、ダブルプレーでしょうね、バッターボックスには古田を迎えます。バッティングの状態もいいですね、すごく、はい、古田追い込んでいます。 2-1 から投球は4球目、ファールボール。バッターボックスには5番の古田を迎えています。カウントが 2-1。 フラフラっと上がった打球はライト、伸びはありません。さあこの2回のマウンド、広島先発の黒田、初球はストレートも、バッターは6番の高橋聡がバッターボックスに入っています。ここまではストレート2球、ここも、はい、だからもうさ、いいものをどんどん出していこうじゃないかというような感じの話だったんでしょうね、うん、はい、先頭バッターは出したくないですね、これ当然ですね、当然ですね。打球はレフトだ、これはもう入りました。まさしくそういう感じでしょうね、さあ岩村、これはファーストゴロ、浅野が困るわけですよ、はい、でその中での2点ということを考えればですね、上出来なんですね、はい、だからまあ、あのピッチャーの川崎を迎えます。高橋の第14号のソロホームランで2点を失っています。打球が高い、